はい、こんにちは、太郎くんです。今日はちょっと野菜の出来をちょっと報告していきたいと思います。でまずはキャベツです。もう収穫間近ですごいいいキャベツができました。はい、で次ブロッコリーなんですけど、葉っぱがどんどん大きくなってきて、で最近ようやくこのいわゆるブロッコリーになる部分ができてきたので、これからどんどん大きくなってくれると思います。でまあニラと玉ねぎになるんですけど、まあ、ここも多分しっかり根が張って、これから順調にここから伸びていってくれると思います。いちごも同様に徐々に大きくなってるんで、これからさらに大きくなっていくと思います。でここも玉ねぎになるんですけど、ここだけはちょっと元気がなかったんでビニールシートをかぶせました。でこっちの玉ねぎはもうすごい順調で結構大きくなっていってます。でこっちの方はニンニクなんですけど、こっちは植えた時からすごい順調でどん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 伸びていってるんで順調です。で白菜はもう収穫、今日収穫します。はい、俺カウボーイ成田です。今日は白菜を収穫するんですけど、本日は栄養講習があるので成田さんにこちらを配っていただいて、後輩のみんなに食べていただきたいなと思います。はい、いった。あ、根元が、はい、よいしょ。はい、見せてください。はい、おー、立派ですね。でかいですね。相当重たいですね。ちょっとアームカールしてもらっていいですか？何キロぐらい？いや、5キロぐらいはあるですね。あ、なるほど。じゃあもう一ついきましょう。はい、よいしょ、取れました。今日は4回生数人でこの白菜を使って鍋をやりたいと思います。楽しみです。OK。お疲れ様。ちょっと成田さんの栄養講習の前に、今日畑で処理ファームで採れた白菜がここにあって、で白菜鍋、みんな鍋するやつ、白菜大体入れるやつ。で今日は成田さんから、白菜をどのように切ると効率的に切れるかっていうのをちょっと実演販売していただきます。で切ったやつ、またそのミーティング終わったら出たとこ置いとくから、袋置いとくから、また前のレタスみたいに持って帰って食べる人食べて。で、はい、ではこれはですね、リッツファームの主催者赤井さんの力作なので、でこの企画は赤井さんの企画なんですけれども、料理上手な人結構多いので、いや白菜の切り方は分かるでしょうと思うんですけれども、ぜひやってほしいということで、はい。で、日持ちさせようと思ったら、芯は残しておいた方が本当は日持ちするので、まあよく、おーてぃ、割れた、おーてぃ、おーてぃ、めちゃくちゃでかいね。なんか4分の1とか8分の1とかスーパーでこうやって売ってるのは、まあ、この状態でラップとかしておいた方が保存はしやすいと思います。でここから切るときに、まあ、芯を、まあ、このままバスって言ってもいいんですけど、できれば、今ので1回で取れちゃった。大丈夫です。はい、はい、芯取ったら、まあ、別に鍋にするんだったらここから何センチかでやっていけばいいんですけど、サラダとかなんかそのままも生で食べてもめちゃくちゃ美味しい。ええじゃないよ。そのものが
けた方が美味しいって言ったから。はい、で、なべこ細くとか切っていくとコールスローサラダ、キャベツのサラダあるじゃないですか、あれの白菜バージョンみたいな感じでできます。で、それがめちゃくちゃ美味しいので私はおすすめです。はい、で、それがこれです。これをじゃあ、じゃあ、はい、じゃあ誠くんちょっと一口かけ、洗って洗って洗って塩をかけて、これめちゃくちゃうまい、マジで。食レポ、感想お願いします。いや、これほんまに、感想ですか。いや、これほんまに美味しい、食べて。感想にうまいです。薄すぎやろ、感想。感想って感想、あ、でも結構塩効いてて美味しいです。塩の宣伝やろ。いただきます。美味しそうに食べる。いただきます。どうですか。あ、みずみずしくて美味しいです。いいね。どうですか、ね、シャキシャキして美味しいです。もう実演販売みたいな。はい、手返しで、これはこれでこうサラダとかにもできますよっていうことです。はい、以上でよろしいですか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いただきます。いただきます。どうぞどうぞどうぞ、持って帰って持って帰って、ありがとうございます。いただきます。お前全部持って帰るよ。それな、何食べてやったぞ、送ってやったぞ、送ってやったぞ。はい、食べ、はい、何にして食べますか。え、鍋一択です。一択一択です。いっぱい食べれます。どれで食べますか。食べよう。ホッタに鍋にしてもらいます。ホッタシェフに鍋にしてもらいます。あ、俺やばい、ゴミや。たくさんこっち鍋にし、何鍋ですか。まあ、や、鍋、やっぱキムチっすね。キムチしか勝たんっすね。はい、はい、お、すげえ。ちょ、まだあるよ、多分。あ、そうなんですか。で、塩をふっかけて美味しく食べます。僕もさっき食べた塩が美味しかったので塩で食べます。よかった。何で食べますか。まあ、ちょっとサラダの一部にして滋賀の自然の恵みをもうちょっと受け取りたいと思います。